会うたびにあの人が悪い、自分はこんなに苦しんでいると言い続ける人に付き合ってはいけません。共感するのも反対するのも間違ってます。相手にしてはいけないんです。人と人が理解し合うのは難しいです。時には意見が衝突することもあるでしょう。そんな時に自分自信がない人はついついあの人は悪い人だ、あの人はバカだとラベリングをして、もう理解し合えない敵として見なします。なぜそうするのか。新しい価値観を受け入れたり理解し合えない人ときちんと対話するよりも敵と見なしちゃう方が圧倒的に低コストだからです。私の身近にこんなにひどい人がいる、そのせいでこんなに苦しんでる、私かわいそうでしょ、うんうんかわいそうだねと言われる方が楽ですよね。他人に対して良い人悪い人、敵味方のラベルをペタペタ貼ってはいけません。ラベルを貼りまくってる人と関わってもいけません。悪い人も敵もいません。自分とは違う価値観がそこにあるだけです。折り合わないのであればお互いが傷つかないラインを見極めるしかないんです。